今出川春末は、戦国時代から江戸時代前期にかけての苦行。菊亭春末としても知られる。天文8年、左大臣、今出川君彦の子として生まれる。署名は、じっ天文14年、元服氏、将軍、足利義春からの返記を受けて春末と改名する。天文17年、十三味に除せられ、苦行に列する。 A63 年、この武田信玄に開国を追放され、駿河国と敬意を行き来していた武田信虎の末女をめとった。天正七年内大臣、天正十三年には、十一位、右大臣にまで上る。織田信長亡き後、天下人となった橋場秀吉は、はじめ征夷大将軍の官職を得ようとして、足利義明の勇士となる工作をした者の,の義明の拒否に遭い、 将軍職を諦めていた。そこで、秀吉に関白任官を持ちかけて、朝廷との調整役を務めたのが春末で、これにより春末は、豊臣政権と密接な関係を築いて、朝廷内で重きをなした。しかし、関白、豊臣秀寺に、娘の一の代を嫁がせていたため、文禄四年八月に、秀寺が、無本の疑いをかけられて、高野山に軟禁され、 自害に追い込まれた後、一の代をはじめとする秀次の一族宰相が処刑される。春末もこれに連座して、越後国に流罪となった。翌慶長元年、許されて帰京し、秀吉の死後慶長を3年12月には、右大臣に返り歩、慶長8年正月に辞すまでその職にあった。元那3年3月28日、皇居、去年79、 ありがとうございます。